こんな世界となり誰かの生きる理由になりうるでしょうか。これは僕が今君に送る最初で最後の愛の言葉だ。歩き出す瞬間がいつも一番力がいるんだ。自信がないんじゃなくて大切ない一歩がどうしてるかは考え事ひとつまみ、これが楽しく生きるコツです。